今日のメニューは旬の牡蠣とキノコを使った一品。サワラの壊れた牡蠣の厚めプールグランソースを作ります。それでは調理スタート。皆さんこんにちは。今回はブールグランソースシリーズ第6弾。材料はサワラ、牡蠣、舞茸、しめじ、キャベツ、バター、ブールグランソースです。まず鍋を用意して、牡蠣、キノコ、バター 10g、 塩1つまみを入れて蓋をし、弱火で蒸し焼きにします。エツベとは蒸し焼きという意味です。蓋を開けた時の牡蠣とキノコの香りがたまりません。いい匂い。火が通ったら取り出し、バター 5g を入れてキャベツをさっと炒めます。キャベツを取り出し、この鍋はそのままソースを作るのに使うので洗わずに置いておきます。次にサワラを小割れしていきます。サワラは身が分厚いので、弱火と中火の間くらいの火加減で皮目を焼いていきます。横から見た時に火が通った白い部分と火の通ってない赤い部分がちょうど半々になった頃にひっくり返します。ひっくり返したら弱火にして身の方を焼いていきます。これで魚は焼き上がりです。最後に盛り付けに行こう。ソースの仕込みはブールグランソースの動画の通りです。今回は作ったものを用意しました。残しておいた鍋にソースとバターを入れて乳化させます。そもそもブールグランソースはフランス南西部のベアルン地方、ベアルネーズソースという伝統的なステーキソースの派生系です。ベアルネーズソースは卵黄、エシャロット、エストラゴンの酢、バターでできたものです。そのベアルネーズソースに卵黄を入れ忘れた失敗ソースが功を奏し、ブールグランの元になったという説もあります。味の決め手は乳化。ブールグランソースは水の中に油が分散する水中液型です。代表例はドレッシング。サワラの壊れと牡蠣の厚めブールグランソース完成。なぜか人気の中、ブールグランソース動画の新作です。牡蠣の時期が始まったので、次は牡蠣がメインの料理を作ろうと思います。ぜひ作ってみてください。ごちそうさまでした。ご視聴いただきありがとうございます。皆さん、高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。